神田三緑の3チャンネルラジオ版。まあ、このラジオ版では音を取りましたらすぐに配信をして世の中に出していこうというようなところを目指していきます。今回は講談レッツチャレンジをお送りいたします。でははい、えー、今回は刀を使いました講談のフレーズをやっていきましょう。 まあ前回槍を使いますとこんな感じですよというのをやったかと思いますがまあ今回は刀でございます、まあ、刀を使ってちゃんちゃんバラバラとやっていくというような様戦っているところを講端的に表現をしていくとどうなっていくかというようなところでございますまあこれはよくいろんな宮本武蔵の話であったりとか塚原牧伝の話であったりまあそういうようなところで出てくるワンフレーズとなった これ読み方をまずやっていきますよ。真っ向なし割りから割りあるいは胴切り車切りやっこ豆腐に玉あられまたはさいの目千六本ようかんくずに切り残しょうザックザックと切り捨てるまあこういうふうに読んでいきますじゃあもう一回いきますよ。 まっこうなし割りからたき割りあるいは胴切り車切りやっこ豆腐に玉あられまたはさの目千六本洋館くずに切り残書しょざっくざっくと切り捨てるまあこういうふうに読んでいくわけでございますまあこ,こに上級者としましては 好弾の調子を入れていくと、どういう風になっていくかというのをやっていきます。では参ります。真っ向なし割り、からたき割り、あるいは胴切り、車切り、やっこ道具に玉荒手、または才の目千六本、洋館くずに切り山椒ざっくざっくと切り捨てる。と、こういう風にやるわけですね。 リズムをつけててやっコツとしてはテンポよくやっていきながら最後のザックザックと切り捨てるルーってちょっと伸ばすような感じでやると雰囲気が出てくるというようなところでございますじゃあもう一回いきますよ 真っ向なし割り、らたき割り、あるいは胴切り、車切り、やっこ道具に玉あられ、またはさいの目千六本、洋館くずに切り残傷、ざっくざっくと切り捨てる。まあこんなような感じでやっていくと、講談らしく聞こえてきますよというようなところでございます。なかなかね、まあ、こういうようなフレーズ、使う機会はないかと思いますけれども、 ぜひやってみてください。以上、講談レッツチャレンジ。刀の表現の仕方でございました。